に、まあ、母親と父親が離婚した関係で、そうですね、だから母親が出て行って、で父親は最初その当時お互いダブル不倫だったんで、で親父も帰ってこなくなることが多くなって、それが小学生の1年生か2年生ぐらいかな。ご飯食べる習慣がない、お風呂も入らない、当然お風呂の炊き方がわからないから、だからもちろん歯を磨く習慣もなかったから、それで5年生までは結構だから毎日泣いてたよね。うん、そう毎日泣きながら、でも親父には泣いてる顔を見せたらあかんから、たまに親父が帰ってきてもそんなんは見せてなかったし、5年生の時の栄養失調で倒れて、たかしのために帰ってあげればっていうことで、親戚、親父も4人兄弟、おふくろも5人兄弟だから、親戚やっぱいたから帰ってあげってなって、5年生の時に母親が帰ってきて、で後から聞いたら、なんかお前らもうちょっとで殺されるとかやったぞと、なんかもうしんどいから子供と一緒に行くわって、遺書が見つかったって言って母親は言ってた。幼少期はあまり恵まれないというか、そういう、それが小学校5年生まで続いたから、でだから母親が5年生の時に帰ってきた時はすごい嬉しかったの覚えてるね。学校から帰るの楽しかったね、何日かは。それはすごい覚えてる、うん、子供のことについては一切、父親も全くそういう、なんていうかな、何も、いわゆるもう放置、いわゆる今でいうネグレクトだったので。それなぜか、20、27、28、35、36円。36円だから。ああ、そこですか。うん、36。あの、36で書いてる壁、はい、あそこにずっと野球のボール当ててやってた。当時は、すごく大きく見えたけどね、今はもう小さく感じるね、この団地自体が。ここバット置いて、ここバットここから取ってみたいな感じ、うん、ベランダに野球用具とか普通にこの辺にバットを何本か置いて、で、ここだからそう狭いからここに入ったりするわけで、ボールが、はいはいはい、だからもう失敗すると上がっていかなきゃ大変やから、うん、こっちでやったりとか、基本こっちでやったかな。もうこの辺に普通にこうやってバット持ってこうやって、なんかあの真ん中のピッと覚えてる、あれ、これ学校に行ったらそうやって強かったけど、家庭内でもまあ毎日でも泣いてたかな。小学校の1年生とか2年生が毎日泣いてたと思うね。泣かされてたのもあるし、母親がいなかったっていうのはすごい自分の中では、うん、父親はずっと俺に悪いと思ったみたい。息子にはもう、まあ、姉持ったけど、もうお姉ちゃんがまた悪くて、もう俺がもう毎日いじめられたから、3つ上のお兄ちゃん、あんまり記憶ないけど、親父がその遊んでくれる時はよくここでやってたね。だから懐かしいね、この給水と親の愛情みたいなものをほとんど受けてこなかったから、だから自分で5年生の時にもう新聞配達とかして、なんか親に迷惑かけちゃいかんみたいな、お金をとにかく稼いでくるのが子供としていいもんやと思ってたかな。当時面接だったんだろうけどね、そのままやりましょうってなって、子供ながらに自転車乗って、覚えてるな、いまだにあれ、本当になんかちょっと新聞配達の兄さん、怖そうな兄さんもいたりとか。もう産経は皆勤賞を入れると1万8000円くれたかな。再委託とか当時もしてたから、その友達に覚えさせるわけ。一人で回ったら1時間半ぐらいかかるけど、もうこうってこう再委託して、で余った時間でその配ってるところのお菓子屋さんのところでお菓子とか食べて、ジュースとお菓子をおごってあげるだけでも楽しいから、しっかりと仕事なんですね。そうやね、それは仕事としてはちゃんと責任感を持って、だからほとんど休むこともなかったよね。中学校2年生の時から夏休み、春休み、冬休みはおじいちゃんのその船会社のね、大阪淡路島の船会社のそのバイトができたので、新聞配達入れても月3万だけど、船会社の方は月12万2000ももらえたから、夏休み朝の8時半ぐらいから夜の8時ぐらいまで。小さい頃はもう親父と袋がいなかったから、おじいちゃんが親父みたいな感じ、その人生の生き方、立花家とはこういうものだみたいなことはおじいちゃんからめっちゃ聞いてた。父親と母は一切喋らない。俺親父と袋が喋って見たことないから。で狭いのよね、あの団地が。で姉は一つ部屋取ってるから、
で、お袋と親父の間に俺は寝てたわけよね。で、もうなんかこの喋らない2人が言うせ嫌やったから、だから高校に入ったら俺はもう一人暮らしするでっていうところで、もう一人暮らしを始めたのが高校生。ここはあのね、スーパーやった。スターチェーンっていうスーパー。だからここは綺麗でしょ、ここまで。で、俺のアパートそれ。これ。これよ。これ。これよ。当時からこんな感じやで。そのあまりにも狭いから、で俺はだから勉強する場所が台所でやってたわけ。で、まあ高校に行ったらもう一人で住むっていうことをずっと宣言してて、で高校受験通ったので、で一人で住むっていうことになった。3年間通っていた大阪府立篠田高校、その何だろう、新一期生だったんで、どのレベルの人が来るか分からないと。で、俺はもう当然ここはほぼほぼもう十中八九 OK っていうか、もう 99% 当然、まあ、入学試験がパスされるっていうのは分かってた、通るって分かってて、そう、理不尽ないじめとか理不尽なこと言われるのが嫌やったから、まあ、そういう意味じゃ子どもの頃から先輩がこうやっていなかったっていうのは今の人間形成としてはすごいいいかもな。3年生の2学期が始まって9月で10月1日だったかな、 NHK の試験受けるのね。それまでは大学行こうと思ってたから、まあ勉強、朝予備校、朝学校の補習受けて AU 予備校難波まで通ってっていうところで NHK の採用試験どうってなって10月1日に受けて、それで最初筆記なのね、算数と国語、まあ一応数学って言ってたけど、でも算数だわ。2桁の足し算とか3桁の足し算引き算とか、その後面接があって13人いて、結果5人取ったんだけどね、待ち合わせでおったわけよ。だから大体みんな5分10分でこう入れ替わっていくわけ、どんどん呼ばれていくわけで、俺が5分10分ぐらいやろうなと思って行ったら、まさに1時間かかった。もう大喧嘩よいや、何の話から、いや、もう NHK の集金人をやると思ってたからね。そう、NHK が高卒でそんな記者とかディレクターを採用するわけがないと思ってたから、もう集金人の採用やと思ったら行ったわけよね。で、それで、なんか暑い日も寒い日も、ちゃんと説得して、受信料取ってきますよって。ずっと前立つもしてたし、みたいな。で、あ、ちなみにうちの家は受信料払ってないんでって言ったら、なんかもうぶち切れられて。不払いの家の子を雇えると思ってるのって言われて、何言ってるんですか、不払いの家の人やから不払いの気持ちが分かるんでしょうって。でもどうやって取ってくるんだって言うから、そりゃ一軒一軒丁寧に回って説明しない、説明すればいいんじゃないですかって言ったら、経費がかかるんだよとか言われたから、そんな経費ケチってどうすんねやと。一回払ってくれたら一生払ってくれるような説明をすればいいわけで、その経費をケチちゃダメだみたいな話でめちゃくちゃ口論になって、お1時間ぐらいやったと思うわ。後から聞いた話ではもう局長がもうすごいと、あいつはすごいっていうことでもうすぐ採用ってなって、採用されたっていうのは同期のやつに聞いた。だから NHK に就職が決まっていっぱい一番喜んでたのはおじいちゃんやと思うしね。だからとにかくそういう、こう裏方で公のためにみんなが喜ぶことをするっていうのを子供の頃からそういう意味じゃずっとある意味書くんだよね。でもあの時に俺を取らんかったらよかったよね、NHK はね、結果としたら。そしたら今がない。そう。最初、NHK 入社して、それ和歌山5年、5年3ヶ月5年3ヶ月最初調達って言って、その鉛筆1本買うところから工事の発注とかをこう業者と見積もり取ってやるっていう、そういういわゆる入札とかそういう仕事やね。それがメイン、ほとんど残業もなく、パチンコばっかりしてた。当時スロットやったから。で、3年間はその楽な仕事してて、その後残りの2年が広報の仕事もしだしたんで、その時はジャジャマルに入ったりしてたよ。ああ、ジャジャマルに、はい。ジャジャマル、ピッコロポロリのジャジャマル。はい。それで次は大阪に。大阪。
立花に経理部に来てほしいというオファーが来てるから、まあ、オファー当時そうだったから、これはもう絶対行った方がいいよみたいなって、受信料の入金がいくらありましたっていうのを営業から聞いて、で銀行に入ってる額と照合して、あと業者への支払いとかっていう本当地味な仕事をしてた。ただそれも行って2ヶ月か3ヶ月ぐらいにその経理部長に呼ばれて、立花君編成に行ってくれないかと。その時に、まあ、その代わりちゃんと人事でも評価できされるようにって言って、その編成部ってところの実際の仕事は報道とスポーツの経理だった。で引き出しピューって引いたらもういきなり副部長とか部長の箱入ってるわけで、先輩にもうこれからは自分で決めてやらなあかんから、でその経理を騙す仕事やったわけ、簡単に言うと経理の人が処理しやすいように、現場の記者やディレクターが出してくるものと経理が処理しやすいように間を取り持つような仕事。まあ、ちょうど私が二十歳の時に阪神大震災の、まあ、NHK のお仕事で、まあ、アルバイトで知り合ったのが最初のきっかけになりますね。僕が当時やらさせていただいてたのは南港っていうと大阪の要はもう交通経路が船しか使えないので、船で神戸まで行くんですけど、その大阪の南港っていうところに、まあ、要はその NHK の方が乗れる報道用のまあフェリーみたいなのが着くので、まあそれを夜遅くまで着いたら誰を乗せるみたいなのをやってたんじゃないかなという記憶ですけども。じゃあ橘さんと初めて会った時の現場、それとも NHK 内部だったか。一応僕最初現場に行ってくれって言われたんで現場でした。でその後はもう中で仕事をすることが多くなりましたけど。じゃあそのアルバイトで NHK の、 その人乗せるとかにバイトをして、そこに立花氏がやってきた。そうですね、まあ、元々当時編成総務にいらっしゃったんで、まあ、そういう報道関係の方を神戸の被災地に送り出すっていう多分手配をやられてたと思うんです。なのでそのお手伝いですかね。僕がだから大学生のバイトだったんで、まあ、ちょっとなんかそのあるカメラの方なのか音声の方なのかを乗せることができなかったんですよ、タクシーが遅れたか何かで。で、まあ、僕は結局それでもう間に合わないんで判断してフェリー出しちゃったら、まあ、その人からすごい怒られたんですね。この時間帯にわしが入らないといけないのにみたいな形で怒られたんで、まあ、すぐ報告の電話をしたんですけど、まあ、それはその時間通りに出したお前が正解やということで、まあ、なんでそのクレームを言われなあかんねんっていう、もうその人に直接電話して、まあ、時間通りに船を出したわけだから遅れたあなたが悪いというようなことを、まあ、淡々と話されてて、まあ、なんかそういうこう兄貴分的なところもありますし。ちなみに第一印象ってどうでした？第一印象ですか。いや、めちゃめちゃ頭の回転の速い人なんだろうなっていうのが思いましたけど。具体的になんかそれが頭いいなと思ったことありましたね。いや、当時僕まだ大学生で、八村さん多分25とか6とか7とかそれぐらいのご年齢だったんですけど、ほとんどまあ言ってしまったらその使ってる人たちが年齢が上の方とかがほとんどなんですけど、まあテキパキと指示を出されてて、あ、すごくこう仕事ができるんだろうなっていう印象は持ってましたけど、まあ、とりあえず現場の仕切りはピカイチだったんじゃないかなっていうのは当時の目線で見て思ってましたね。あ、でもそのお前は正しいっていうふうに言って今もあんま変わらないですね。そういうところ。そうですね、なんかその物事の本質をちゃんと分かってくださってるというか、なんかその辺のこうまあやらかしちゃったけど実はまあお前が正しいんだみたいなことはしっかりと守ってくれる、まあいい上司みたいな、そんな感じでしたけど、まあひょうひょうとしてるけどご苦労されてるんだろうなっていうのは多分裏で今だからこそ思えるものもありますし。日曜日土日の関係なく当時はパチンコはほとんどせずに1年間めっちゃ頑張ったわ。あそこに移動してからは。ああ、いやだって出世できると思えへんかったから。もともとが高卒だから。そうそう、高卒でって思ってなかったからね。いや、お仕事したと思うね。ところがその1年後にこう人事評価を聞いたら、立花ちゃんごめん、これちょっともう今回どうしても1から1、2、3、4、5、6まで上がって7になって初めて管理職だけど、
1から2に上がるのがダメってなった。その結局その上司の枠の取り合いでそういうことでってなって、ほんでそれもそこで NHK 辞めようと思って。枠の取り合いってどういうことですか。だから 1等級から2等級に上げるのが枠が決まってるから、その枠の取り合いに、そうそうそう、その上司が負けてきたみたいな。でも俺からしたらそれ山ほど仕事してて全然何が問題あるのって思ってたから、それこそサービス労働もめちゃくちゃしてたし、もうほんと土日も仕事してたよ。でももうこれ以上俺に何をしろっていうのかっていうぐらい仕事したんだけど、だからそれで1ヶ月ぐらい休んだから、もう辞める前提でもうずっとパチンコしてたよ。こんなんもう NHK の職員やってられへんわと思って。でも、まあ、当時携帯も何もなかったけど、そのやっぱり家に電話してくれた人が何人かいて、直属の上司とかじゃないけど、最近立花ちゃん顔見えへんけど聞いたらなんか怒って休んでるらしいなって、そんな人事のことなんてあんまり気にしたらあかんでみたいなことを言う人に限って出世してない出世してない。でも電話くれた人はみんな仕事できる人やねん。そんなな、出世のために仕事するわけちゃうし、みんな分かる人は分かってるから、立花ちゃんおらへんかったら困るから出てきてやみたいな人たちのために、すごい、その時まだ結婚して、ちょうどだから結婚して最初まだ子供の頃におった頃かな、もう悔しくて悔しくて泣いてたって、嫁さんに背中向けて。どう、学歴の壁とか崩れないと思ったからさ、まだ25ぐらいのかな。ただ、辞める勇気もなかった部分もあるかな。子供も生まれてくるからと思って、それで思いとどまったのを覚えてるね。ちなみに当時、立花さん、NHK 愛は強かったですか。NHK で強かったですよ。NHK 大好きです。それが分かる。どんな時に分かりました。まあ NHK の話してる時楽しそうだなっていうのはありましたし、まあ、当時 NHK でお仕事してて、まあ僕らみたいなその二流大学の人間なんかとてもじゃないけど受けれないですけど、まあそれをこうネタにしたりとか、お前ら絶対入れねえよみたいな話とかをされてましたし、まあ、そういう話してる時は楽しそうでしたから NHK 好きなんだなっていうのは思ってましたけど、僕がもう20代の頃からお付き合いがある、はい、オーナー、ちょっとね匿名で、今日は日頃こんなサングラスかけてないですけど、サングラスを外すとね可愛らしい顔してるんですけど、はい、名前は豊かねな。そうですね、下の名前も豊かのか。一応秋彦は大事です。秋彦はええの。あ、それなんでかっていうと、はい、こいつ会った時秋やって。そうなんです。なんかかっこいい名前やなと思ってずっと俺秋やと思ってて、出会ってからなんか10年後ぐらいに実は秋彦ですと言って彦がついてたそれを隠すほどのことでもないのに自分の中ですごく嫌だったんですね。でもとか出会った時まだ大学生だったかな。そうです、大学生でバイトに来てて、で俺は NHK の大阪で働いてて、はい、でブイブイ飲んでたよな。飲んでました、飲まれてましたね。ただ本当スマートな飲み方で、ね、褒めること言うようで嫌なんですけど、本当に可愛い子とかじゃなくて僕とかに会いに来てくれるんですよ。男のスタッフに。俺ね、それ南の女の子とエッチしたことない。あ、そうなんですか。そう、飲み屋であって本当に聞かない。聞いたことない。ないです。だから別にエッチをしたくないじゃない、ね、エッチしようと思って口説きには来てるんやけど成功したことがないけどそんなね、なんかガツガツもしなかったですもんね、昔から。なあ、それで結局僕らと黒服と喋って、お前頑張れよと、僕も田舎から出てきてるんで、それをすごい応援してくれて。おととい下関行ったで、はい。ありがとうございます。下関何度よ、また。大体いつも決まってたよね、メンバーな。メンバー決まってました。3、4人ぐらいは固定やな。はい、それこそ、なんとか岡君と、なんとか野君と、はい、君と。何かあったら呼んでたよな。だから、オリンピック、その選挙、最初はだから地震やったけど、あと APEC も来たよな。あ、APEC 行きました。APEC な、大阪の。あれはすごかったです。APEC な、外務省が主催してな。そうです。アイスクリームとか食べ放題でお土産もらってな。はい、ボーリングもやっとったな。わ、めちゃめちゃ。車にマイボールありました。なあ。めちゃくちゃ稼いでたよな、俺ボーリングで。全員役工業。そう。かけてボーリングするから。ダメよ、そんな言うたら。あ、なぜでもう事故やから。もう20年ぐらい前か。その パチンコもめちゃくちゃ行ったんちゃうんか。行ってましたよ。行ったよな、ミサイルとか。だってもう、国が曲がってるやつって。
コーヒー曲がって自分で曲げたんですよ開いてたから扉が開いてたから扉が開いてたからギュッてギュッて釘曲げてまるでにもバンバがバンバが入るから俺が打ってたらバレるからちょっと電話して交代して俺なんか唯一そういう意味でパチンコでなんか悪いことしたぐらいかな、まあ、法的にな絶対勝てるはずやのに当たらないですとか言ってあとでイメージとしてすごい弱ってる女の子とかにすごい優しいんですよだからちょっと家庭環境が悪い女の子とかをすごい相談に乗ってるイメージがあって、だからそれが俺はまあ悪いっていうか、うん、もうそこはまあこいつに結構言われたな最近やけどな あんま良くないって最近気づいたよね。どういうことですか。いやだから弱ってる女の子ってなんか、まあ、まあそれが武器みたいなものがあるから、うん、まあ、それをほっとけれないな、うん、分かるほっとけないけど、まあ、だからこいつはそういうのを、まあ、ほっとけないというか、まあ、うまく適当な距離を持って付き合ってるよな、はいはい、でもう当時から親のすねかじりまくってるわけ。そうやな、もうそのあんまり大阪でもなんか賢くない大学に行って夜なんかバイトして、はい、4代出て卒業して水商売やってるんだ、はい、それだから親からしたらそう4代出てるのに俺ら高卒やんか、親のそんなお前水商売すんねやったらわざわざ大学行かんでええやん、でも親のすねはかじらなあかんっていう、親がかじってくれって言うのそっちの方が安心するって言うんで、だからもう、うん、だからそこはもう全然話いけないんだから、真逆やった。俺はもう親に迷惑かけるとか親のお金もらうとかっていうのは1ミリもなかった、うん、でもこいつはその時から立花さんでかわいそうですねって言ってた、うん、どういうことですか。まあだからそういうことを言うたら幼くしてから自分で自立していらっしゃったんでしょうね。ほなやっぱり親も甘えてほしい時もあったと思うんですよ、けどずっと自分一人で引っ張ってやってらっしゃるんで、うん、そういうところできっと孤独な人なんやろうなとはちょっと思いましたよね。かっこいい反面に、それはどういう時に思ったんですか。やっぱり相談をしないんですよ、愚痴を言わないし、もう常になんで人の話ばっかり聞くような人で、むしろそっちの方が多かったぐらいであったのよね。ただそこから政治家に今度なるっていうと、はいはい、今までは自分の力で小学校5年生の時から新聞配達を始めて、それ45ぐらいまでは自分でお金を稼ぐっていうことにしてなかったんやけど、もう政治家やるってなったら人からお金もらわなあかんっていうことに変わったっけ、寄付とかね。だからその時に初めてこいつが打ちた言葉がちょっと分かってきて、だってなお金を出すことは別に出したいから出してくれてるわけよ、はい、だからむしろ頼ってほしい。だから俺が政治をやるって言った時に母親から300万借りたのよ、あ喜んでたわ、うん、うん、すごい喜んでた、やっぱそう頼ってくれたら、うん、できっとお母さんもずっと一人で頑張ってるのを知ってる、うん、一番知ってらっしゃったと思うんですよ、うん、そうね、だから普通さお金貸しててドラ息子のイメージなんか、そうじゃなかった。それはでももうこいつが教えてくれたのかなと思ってるから、だからもう少しね人に甘えたらね、そうそう、そういうことね、甘えるの、ね、だからに出会って20年ぐらいしてから分かった。だからすごいいい関係、僕いい兄貴やと思ってるんで、うん、なあ、だから来てもあの リスペクトしてくれる反面半分ぐらいバカにしとるから、バカにはしてない。いやいやいや、酔うと大体俺のことバカにしてるから。今ね、あのやっぱ腹が立つんですよね。こうやっぱやり方が賛否両論あるじゃないですか。やっぱりね、強いものと戦ってらっしゃるから。そうしたら僕はさっき言ったようにすごいお世話になってるし、すごい正義感の強い男って分かってるのに、周りがそうは見ないじゃないですか。それが腹立つんです。ほらもっとその昔の僕に接する立花隆でいいんじゃないの？こう出したらって思うんですよね。昔のことどういう。そのいうた正義感が強くても理想があってそれに向かってもうやってたね、やってた、あ、それはそうやと思うな。俺は NHK の職員することが世の中のお役に立つと思ってたからね、本当にそうですよね、あの東京行かれた時にもう本当に秋ちょっと東京行ってくるからで俺頑張るからお前も頑張れって言って握手してね、わざわざ挨拶しにね、合意ですよ、合意に挨拶しに行ってすごい僕嬉しくてまあでも喜んでくれたもんな。でその時に本当にもうキラキラしてましたよね。それはね、 NHK の和歌山大阪東京しかも報道局やからね、でそれはもう NHK ではすごいもうあの東京の報道局に高卒で行くなんていうのはまあないから、僕ら水商売からしたら誇りやったんですよね。
その立花さんが東京に行かれるっていうのがすごい嬉しくて、お客さんの出世がもう誇り、そうなんですよ、やっぱりありがたいじゃないですか、で頑張ってくださいってなるじゃないですか、まだに覚えてますもん。8月になったからちょうど31歳の誕生日の前後だったね、はい、なんか車で引っ越し荷物、単身赴任で引っ越しもちょっと出してマイカーで横浜まで来て、朝明け方着いたかな、横浜市青葉区美しが丘っていうね、何やこの地名みたいな、鍵をもらうまで車でいたんかな、でも、もう駅に向かう人たちがみんななんかこうね、すごくこう なんていうのかな、こうみんなこう賢そうに見えたイメージがあったけどね、そこからスタートしてちょうど25年前、30歳から31歳というかね、はい、初めての単身赴任ですか。そうだね、まあ、ただ、3ヶ月広島に行ってたりとかもあったんで、まあ、そういう意味ではあっちこっちも引っ越しはめちゃくちゃしてたから、それは例えば長野とかも長野オリンピックの時もそうだし、一人で仕事で行くっていうことがあったから、まあ、そういう意味では、まあ、単身赴任でワクワクしたけど、まあでもそんなに、まあ、あんまりその嫁さんが束縛はしてるけど実質的には自由な時間があったから、ただなんだろう、やっぱり東京に来て仕事をしなきゃいけないプレッシャーの方が強かったね。まあ、1.200 億を超える予算を一人で管理しなきゃいけないっていうのがあったので、まあそれは、まあそれまでは大阪の時代はスポーツと報道でどっちかというと報道の方が分量多かったんでね、でも東京ってなってくるともう全然、例えば大阪にいても阪神タイガースの交渉は東京がやるから、全然そういう意味では仕事の中身とかも規模も全然違った。それは不安の方が圧倒的に多かったけどね。てかむしろ不安でしかなかったかな。あ、そうです。あんま新しいことするの好きじゃないのよ、当時。すごくだから、不安がもう8割、9割ぐらいかな。今で考えられないけど、やっぱり努力、根性、無理、我慢っていうのはすごくあったね。まあ、そういう意味でおじいちゃんとかもそういう人やったから、裏方でなんか努力は見せずにコツコツやるべきだっていうのがあったから、もう本当に仕事しだして、最初の1年はほとんど帰りタクシーだったね。その、まあ、大阪時代も20代の頃もそれは2時3時まで仕事したけど、まあ、ほぼほぼ毎日2時3時まで仕事して。その時はどんな仕事なんですか。いや、まずだからスポーツの予算、それこそみんなの体操とか、みんなとそのテレビラジオ体操からプロ野球、あとサンデーサタデースポーツ、もちろんその他いろいろと競馬の予算であったりとか、もう本当にサッカー、相撲、まあ、いわゆるありとあらゆるそのオリンピックも含めてワールドカップサッカーの赤字をと、俺がいない間に赤字が出てたから補填するとか、そういうね、予算をこうしっかりと中身をチェックして、で足りない部分を予算取ってくるとか、タイのバンコクのアジア大会に現地に行ってくれって言われて、おい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 、こんな新しい仕事してんのに海外のイベントまで行かせんのかよと思って、で、まあでも現地に行って、それこそ回線の支払いとか、まあブッキングしたり支払いしたり、もう銀行口座作って、そこから日本からのお金を取ってきて、まだ当時はだからほとんど現金主義やったからね、もうそのアジア大会のカバンに日本円で3000万円ぐらい詰め込んで、こうバッグ抱えて、回線代の支払いとか、そのブース、大学を借りてたんだけど、IBC の使用料とか、机入れたり、ファックス入れたり、電話を引いたりとか、まあいいお仕事したよな、腹立つぐらい仕事したな。まあなんだかんだって言いながらタイ人とも付き合ってたんだけどね、嫁犯人バレてるやめよった、それ。何人バレたんですか。イチロー選手の中継でも結構使ったもんね。どういうのですか。いや、だからイチロー選手の中継をシアトルでやるっていうのも、だいたい1試合100万円ぐらいなのよね。3倍ぐらいの料金で請求してきて、ネップアメリカにストックするってわけよ。NHK エンタープライズアメリカっていうのが、ね。
で、なんか今年の制作費が余ってるからとりあえずそれでいきましょうってなって来年の制作費を楽にしましょうってやったんやけど、2億円ぐらい送ってんのよね、年度末に。あの金どこ行ったのなっていまだに思ってんのよね。結構デタラメな使い方したって聞いてる。それこそちょっと NHK のアメリカ総局にいた人がこう入れてるんやと思う。それは正しい情報ってこれも調べてはないけど、多分その現地にいたゴルフの解説者とかいろいろ聞いたら、まあとにかくお金の使い方はむちゃくちゃでしたよと。スポーツが6年間スポーツ6年ね。その次は編成局。ただもうそこは1日行っていきなりその紅白チーフプロデューサーの問題が発覚したから、あれでだから不正のことを直接見ることになったから、特に芸能と報道の不正を見たわけね。その紅白チーフプロデューサーの裏金に関しては驚いた。 NHK 職員が泥棒してるんやと思った、犯罪してるんやと思ったっけよ。出るわ出るわよ。でそれを知ってしまった以上は発信したかったから、だったら内部から変えるよりも所得に出た方がこれはやりやすいなっていうのはあったね。俺が1月に内部告発をして4月にバレたんだけど、この3ヶ月の間にもう当然幹部は分かってるわけ。自分はそんなお金でもそういう変な出世欲もなかったから、いやもうちゃんと不正を海を全部出してくれたら止まりますよ、全ての隠してることを国民に説明してくれた方が止まりますって言ったら、もう向こうは諦めしたよ。まだ38、7と8やね。ちょうど2005年だったと思うんですけど、立花さんが週刊文春さんで NHK の不正経理の内部告発をしたということがありまして、それでまあ私も立花さんに会う機会がありまして、もちろんその NHK の不正経理の事件のことだったんですけど、文春さんがにその内部告発を発表してから、まあ、各メディアの人がやっぱり立花さんにコンタクトを取ってまして、それでまあ私もそのうちの一人という位置づけだったんですけど、最初は電話でのやり取りだったんですよ。それでじゃあお茶でもしましょうかっていう感じで喫茶店でお会いしたと思うんですよね。まあ語弊があるかもしれないですけど、面白い方だったんですね。そのいわゆるその取材対象者というよりも、なんか私も NHK 知り合い多いんですけど、 NHK らしからぬタイプの人だなという感じもありましたんで、あとまあ単純に内部告発をする方のはどういう方なんだろうっていう興味みたいのもあったんです。まず内部告発っていうのは、まあ、我々なんですけど、まあ、大体恨みから発されることが多いんですけど、まあ、おそらくそうだろうなっていうのは想像がついて、話半分ぐらいに聞いとけばいいかなっていうところが、まあ、大体スタンスなんですね。ですから、まあそういう感じで文春さんの記事とかも読んでたんですけど、だんだん2段3段って出てくるうちに、あこれは相当インパクトの大きいことだなっていうのが、まあ、我々マスコミの中でガーッと広まりまして、やっぱり大きく違うのは、民間の会社と民間の会社はやっぱり民間物を売ったりとかなんとかしてお金を稼ぎますけど、 NHK はやっぱり受信料で成り立ってるっていう特殊性がありますので、そういう不正なお金の使い方とかどんぶり勘定っていうのはやっぱりちょっと許されなかった、世間的にも許されなかったっていうのはあるんでしょうね。我々そのいわゆる週刊誌とかスポーツ誌とかで仕事してるものからすると、まあおすごい特ダネだな、すごいなっていうのはありましたよね。でも、そうですね、それはありました。ある種センセーショナルでしたから。ただそれがそのこちらが受けた衝撃と同じだけ NHK も衝撃があったっていうことなんでしょうね。我々は本当もうしばらくあのネタでずっと続きましたから、確か国会でも取り上げられてたと思いますんで、まあ相当な、まあ言ってみれば事件でしたね。立花さんの NHK のスポーツ局さんの方からお仕事をいただくみたいな感じでお付き合いさせていただきました。
がお会いした時にいたそのスポーツ報道局スポーツセンターっていうんですけど、そこから本当の経理局の方に移動されて、多分周りがカチャ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 コンピューターの音がするような場所で、もう全く静かで、スポーツ報道、まあどこでもスポーツ系だったら朝行ったらスポーツ新聞読んでるのが当たり前な楽な感じなんですけど、まあその勉強じゃないですか、いろんな情報を入れたりとか、そういうラフな職場ではなくて、真面目なこうコンピューターの音しかしないようなところだっていうのをお聞きしてて、うつ病のなり始めの頃は何度か行くんですけど、熱が出て早退したとか、今病院行ってるとか、最初は風邪だったと思ってたのが病院行ったらうつ病だって言われたっていうのは直接本人からお聞きしました、ね、じゃああれってうつ病になったってことは、まあ立花さん的には割と激しい葛藤があったんですかね。あったんだと思うんですよね。やっぱりその経理局に移動されてた時はすごく真面目な部署じゃないですか。先ほど申し上げましたけど、あのスポーツだったりその現場の制作系っていうのは、あの朝新聞読んでたりとか週刊誌読んでたりとか、まあ何読んでても勉強勉強ですからね。もう遊びじゃないのみたいな、ギャンブル欄見てても競馬中継やるからみたいな、そういう部署から真面目な部署行くとやっぱりちょっと考え方変わったんじゃないのかなと思いますね。一個あったのがですね、経理局の方と一回揉めたんですけど、カレンダーも、カレンダーじゃない、ちょっと消費税導入された時に見解の相違で、まあちょっと揉めたことがあって、まあかなりちょっと長引いちゃったんで、お詫びの印になんかおせんべいとかそういうなんかお菓子持ってったんですね。でもそんな高価なもん持ってかなかったですけど、そしたらこういうのやめてくださいと言われて、やめてください、じゃ あでも皆さんで1個ずつぐらいだったら1枚10円にもならないじゃないですか、多分分かんないですけどね。そしたらまあ経理局の方が、まあ、僕らの中でやっぱこういう団体なんで協会としてはそういうの受け取れませんと。でじゃあ保険の生命保険のお姉様たちがあのカレンダーを置いてったりとか、あれはもらっちゃいけないのかいいのかとかっていう問題にもなるっていうぐらいすごく真面目な部署なんで、まあお菓子持って帰りましたけどあのそういう部署に行かれた方なんで、まあ多分考え方がふと過去を思い出したのかなと、まあ個人的には思いました。経理局に行ってからは、スポーツとか経理局にどうしても経理局になってからうつになってきたってことですか。で俺は文春の記者に言われて、もう逃げずにちょっとこれ面接面談行ってください、田島さん別に悪いことしてるわけじゃないんだからって言って、俺文春の記者に抱きしめられた、男の記者に。それも震えが止まれへんねん、もうあの文芸春秋社がお守りしますからって言って、で行って録音 IC 入れて回してたら、なんで録音するんだとか言われて、いや録音しないと何言ったかわからないじゃないですか、君は何のためにこう来てるか分かってるのって、いや話し合いするためにしようって、その録音どうするの、いやだから証拠取るためじゃないですか、またここで話し合ったものを週刊誌に持っていくの、いやそれも考えますなきゃいけないですよね、今そろそろ消してくれって、なんで消さなきゃいけないですか、6対1の面談ですよ、あなたってそれ好きに書けるじゃないですかって言ったら、じゃあこの話はこれで終わるとか。 NHK 内部ではあの記事はどうやって取られてたの。まあ出た当初は、まず出た当初は皆さん職員の皆さんびっくりしたって、まあもちろん部署によってその温度差はあるんですけど、やっぱりびっくりしたというのと、全く知らなかったという方もいらっしゃいましたし、あとはやっぱり多かったのはなんてことすんだっていう人と、それからまあ橘憎しというんでしょうかね、そういう方は多かったですね。橘さんがその NHK のなんていうお客様窓、ちょっと正式な名称忘れたんですけど、お客様窓口みたいなところに行くと、もうその受付の方、女性の方なんかがもう凍りついた顔で、
一切取り次ぎはいたしませんというようなことを言われたというふうに言ってましたから、まあ、NHK の内部でも相当な何かアレルギーというか危険人物的な位置づけだったんだろうなとは、まあ、推察できますね。告発した側も返り血を浴びますし、された側も、まあ、それが事実であれば、なんて言うんでしょう、もう組織が解体するぐらいの私どもよく見てましたし、だから非常にそのする側される側が両方とも、まあ、無傷では済まないようなことになりますので、まあ、我々マスコミの方も非常にその辺は慎重、記事を掲載するには慎重になりますので、それがあれだけ大きく報道されたということは、まあ、非常にインパクトありましたね。返り血を浴びてもいいからそれは告発しなきゃいけないんだということはおっしゃってましたね。じゃあ、あの記事の中には立花さん自身の反省というかそういう気持ちもあったんですかね。まあ当然ですけど、立花さんはもう NHK を追われる出るということはもう覚悟できてたと思いますんで、まあそうでしょうね。それをこううやむやにしたまま組織を出るわけにはいかないということだったんじゃないでしょうか。まあ、今おっしゃった自分の反省も含めてだと思うんですけど、一義的にはその NHK の不正経理が許せないっていうのは言ってましたね。まあ、みんなそのいわゆる受信料で成り立っている組織ですから、それをこう、まあ、私的に使ったりとか、まあ、言ってみれば空出張だったりとか、そういうのをやることを、まあ、義憤に駆られてた印象はあります。まあ、自分もその中にいて少なからず恩恵に預かった立場にもいたと思うんですね。だからそのあたりの心の様っていうのは僕は、まあ、聞いてはいないんですけど、ちょっと、まあ、その後これ公になってますけど、ちょっと立花さんも精神的に不安定な時期があったということなので、そうですね、その後やっぱり立花さんも、まあ、いろいろ NHK からの圧力もあったっていうふうに聞いてますんで、まあ、大変なことだったんだろうなと思いますね。根が真面目なんで悪いことをしたっていうことが許せないかったんじゃないですかね。自分がやっぱりその上から言われた通り、まあ、サラリーマンなんでね、働かなきゃいけないですから、そのうつ病になる頃もお仕事的につながったりとかしてる部分があったんで、まあ部署変わってもお会いしに行こうと思ってたんですけど、多分そうなってからなんか NHK を攻撃する感じ、こういうふうにしたのはNHK のせいだと、自分は別に悪いことをしてるつもりがなかったけど、こううつ病になってしまった、で、まあ、辛いんだと思うんですよ。本当に熱出てるっておっしゃってましたから、8度とか。ただ家に帰ったりとかすると熱が下がっちゃうっておっしゃってましたから、相当体調的にはきつかったんだと思うので、そこで NHK さんを攻撃するというか、その批判的なことを考えたりすると精神が全然普通の状態に保たれるとおっしゃってたんで、だから多分そこなんじゃないのかなと思うんですよね。 NHK さんを攻撃するっていうか、本当に NHK 好きなんですよっていうのはね、言葉の端々に出てましたね。そう、好きなんでしょうね。そうですよね。だって激務たんですよね、立花さんの部署。その激務でうちに何日も帰らないっていうのは別に平気でしたっていうようなことをおっしゃってましたからね。そうでしょうね。何が好きだったんだろう NHK の。いまだに NHK の番組はよくチェックしてるみたいですけどね。あの記事を見た時どう思いました？記事を見た時はすげえっていうのが最初の印象でしたね。本当にやったんだと思って、本当にやったんだと思う。いや、もうキャリアを全部捨てているわけですから、この先どうやっていくのかなみたいなっていうのは、まあ今この状態で国政政党の党首っていうところがありますけど、その時にはその先がなかったわけですから、
どうされるんだろうなっていうのはありました。ただやっぱりその内部告発をしたことで、なんでしょう、まあ立花さんはそのパチンコでもそれなりの収入があったので、まあきっとあなたはそういうことができるんだよねみたいな、まあ言ってしまったらその NHK でお勤めされてる方もサラリーマンみたいな形だと思うんで、まあ何かしら思いがあっても言えないけど、あなたはそれ言えますよね、収入もあるし頭の回転も早いし、まあ、何かしら次の一手が打てますよねっていうような目で見られてるっていうことは、なんかポロリと言ってた記憶はしてますけど。嫁さん看護師さんやからね、そのうつ病とかになってるからあんまり刺激していかんっていうことを娘もその当時で中学生ぐらいだったかな、できるだけ刺激しないようにしてくれてたっていうのは気はするけど、まあ、だから嫁さんの気持ちっていうのは、当時の嫁さんの気持ちっていうのはかなりしんどかったんじゃないかな。それは常にね、殺されるっていうか叫んでたわけだからね。でもそれでも正義のためにやっていくんだみたいなやってたし、やっぱり電話がかかってきたら興奮してこう聞いてたりするから、まあ、明らかにその双極性障害、うつの時とテンション高い時の差がはっきり出てたんで、それは当時の奥さんはちゃんと分かってたから冷静に対応してくれてたと思うけど、文春関東8ページに出て、フジテレビだけが当日取材に来たのよね。で当然その日の 夜のニュースで出すもんだと思ってたんだけど、結局オンエアされなかったと。だから世の中の立花隆の存在っていうのはほとんどの人が知らなかった。写真が出てもそんな週刊誌に白黒の写真出ても街中歩いててもわからないわけよね。だからそういう意味ではこうやって正義の告発をもみ消すんだなっていうのは、でもよくよく考えたら民放がこれを報道できないような制度を作ったら俺やな。どういうことですか？いや、だから俺が民放にお金配ってたから。それこそ TBS の、 あのラウンジに俺のボトルがあるっていうのは、 NHK が TBS に本来負担、例えば半々で負担するものをこっち側が半分以上持ってあげるわって言ったら向こうはお金もらってるんでしょじゃん。オリンピックの放送権も NHK が 80%、 民放が各 5% だから、オリンピックの放送権で200億とか当時もしたからね。そうすると何十億ってお金を民放に渡してるのと一緒だね。そうか、 NHK が潰れると民放影響するから、悪影響が出るから民放 NHK の味方するよねと。俺が作ってきた制度が自分に今振りかかってんねんなと思って、それは知らないなと思ったよ。もう NHK 内部の人は誰一人着信拒否とか電話しても出ないっていう状態になってたんで、まあこれは NHK 職員も俺のこと迷惑なんだろうなと。だからもうこれは自分でやめようと思ってやめたけどね。まあただそこまでメンタルも強くなかったよね。さすがにこれ以上入れないと思う。戻ってきてはった時はね、戻ってきてな、見る影もなかったですからね。見る影もなかったよね。もうえってこれが立花さんでびっくりしましたからね。あ、そうですか。え、どんな感じなんですか。オーラがないんですよね。もうその昔の前向きな。そう NHK を辞めて、病気になって辞めたのが2005年で、でまあ東京に住んでた、家賃払えるかどうかってなるわけよ。それだったら一回母親の家帰る、実家帰ろうっつって戻ってきたわけ。だから落ち武者よ。都落ち。だから大阪の街が悲しく映ったもん。だって息を酔うと東京出てたわけでしょ。でもで大阪に戻ってこざるを得ないから、そらね、環状線とか新大阪から大阪に戻ってくる電車に乗って大阪の街を見たら悲しい気持ちだったね。大阪帰ってしばらくはパチプロで飯食おうっていうか、まあ別に生活をもらってもいいかなと思ってたんだけど、まあ自分のね、二十歳の時に買ったマンションがあって、そこに母が一人いるから、まあ、生活をもらわなくてもやっていけるぐらいの感じはあったけど。お、そうなんですか。あ、まあとりあえず休憩しようと。だから最初は
もうとにかくもう母親と一個ぐらいかな、それが2005年の末ぐらい、2006年のだから春ぐらいからもうあまりにも儲けてるから、それを見つけた店員に追いかけられて、ちょっとこうパチプロ集団に、最初はだから4人とか5人とかぐらいで、でもその時男の子だったのよね。やっぱすぐにもうその年半年ぐらいでやっぱ独立するみたいな、もう結局裏切りが出てきて、まあその自分でも勝てるわみたいになったんだよね。で年明けから結局その男の子じゃなくて女の子を、残ってた女の子が2人ぐらいいて、でその子らと最初3人ぐらいで動いてたのかな。で結局また新たに女の子を増やしていって、女の子は裏切らないみたいな感じで、そこからはもう女の子だけで最大30人ぐらい部下をつけてたね。パチンコの時になんかアバウトで数字を言ったらすごい怒られたと。ああ、そうだよね。だから曖昧なことをする人は仲間には入れられない、常に数字、そこはパチンコもコロナはいくら勝てるかっていう数字を出さなきゃいけない。でもバカな人って今日5枚買ったとか10枚買ったって喜ぶじゃん。じゃなくてコロナが本来確率通り収束した時にいくら勝てるのかの方が大事なので、その曖昧なその1000円で25回ぐらい回りましたって、その25回ぐらいって何やねん。23.5 なのか 24.5 なのか26なのかでえらい違いやから、そんな25回ぐらいとかっていうのはもうやめてくれる。で、まあ、僕もパチンコたまにやってたんで、じゃあちょっと一緒に行きましょうかなんて言って行ったら、本当に出すんですよ。あっという間にドル箱が積み重なって、当時海物語だったと思うんですけどやってて、僕なんか全然出なくて、いやすごいなやっぱり。それが1回だけじゃなくて2回3回だったんで、あ、これ本当にこの人はパチンコで食べていけるんだというあれでしたね、ことを思いましたね。面白かったのは、当時あのシャープのザウルスっていうあの PDA っていうんですか、あのそこに回転数とかなんかそれどんどん打ち込んでいくんですよね。それでその台のなんか特徴みたいのを見極めるみたいですね。それでやめるときはすぐパッとやめるんですよ。ですぐ映るんですよ。でなんかあのそのザウルスに入れた数字を見ながら出そうだなっていう時は粘るんですよ。そうするとあっという間に当たりが出てくるんですよ。でそれ聞くんですけど、いやこれはね、あのみんなその闇雲にだろう、出るだろうとか当たるだろうでやるから負けるんですよ。ちゃんとこういう機械を使って分析すれば、あの絶対出ますから。いやこの人はすごい人だと思った記憶はあるんですよ。ボスとして、うん、もうボスだから言うこと聞くしかないですもんね。なんで無茶なこと言わないし、そんなに。あ、そうなんですか、うん、結構ちゃんと納得できるような感じ。もう納得もちろん、うん、どんな形で仕事とかって受けるんですか。まずメールで来ますね、だいたい前日に。でどこ行ってくれと、だいたい10時まで行けばいいっていう話ですからね。ほんで人によっては1日4時間ぐらいしかできない人でも、あ、いいよってちゃんと、うん、仕事をさしてたし。逆にでもそういう自由だからこそ一生懸命やるとかあるんですか。まあそうですね、まあ、面倒見いいし、面倒見良かった時のなんか、あ、この時面倒見良かったなと思うことってありました。まあまあみんなで食事行ったらもちろんそれは出してくれるでしょ、うん、であと遠いとこだったら、まあ、高速代これもちろん出ますよね。でガソリン代、ただそのガソリン代も多めに出してくれるんですよ、うん、だからそのガソリン代だけでも月3万円は余分にもらってたん違うかな。ほんで、まあ、一応10時から夜の9時までが仕事で、で、まあ、9時ごろバンって当たりますでしょ。だちょっとオーバーするでしょ。もうちょっとオーバーしたら残業代取ってくださいって、多分30分で1000円だったかな。
それはちょっとはっきり覚えてないけど、まあ、1000円取ってくださいと。でもっと残業したらまた1000円。で、最後に、各編持ち越しってありますでしょ。で、持ち越ししたら、5000円またプラス。だから結構、そんで、ポンポンって増えていく、あれですよね。だから、あの、打ち込む中ではまだ入ったばっかだったから、日当自体は安いんだけど、月にしたら、週休2日で20万は超えてました。で、たまに2、3ヶ月に1回、あの、臨時ボーナスって言って3万円くれてました。あの、土曜日だったかな。2人しか行く予定の人がいなかったんですよね、仕事でね、うち子で。で、1人休むって言うんですよ。ね、もう休むから電話かかってきて、もう今日仕事1人だからやめようって。ね、ああ、日当なくなったなと思うんですよ。もうこっちの自分の方の都合だから、もう日当取っといてくださいって言って、で、日当くれるんですよ。もう面倒見はいいですもんね。だその今も変わってない違いです。もう部下に対しての面倒見っていうのがね。あ、うん、そうですよね。うん、なんか例えば最近の田島さんの見て変わったなと思うところが同じだなと思うところあります。変わってない違います。だから昔のままもう来てるから、多分その性格のまんま。だから今でもいいでしょ、うん、面倒見っていうのはね。その通る流れもね、うんうん、だ変わってない時期なんですかね。辞められて大阪帰った時に、まあ、結構あの年収があったんだと思うんですね。いろんな人使って打たせたりとかしてた。その時にあの税金を払おうとしたらしいんです、所得税を。そしたらあの国税局か、まあ、ちょっと分かんないですけど、税務署の方でそれは所得じゃないですと。パチンコは換金しちゃいけないもんなんで、立花さんは所得税払う必要性ありませんって言われたっていうのを聞いたんで、まあ根が真面目なんじゃないですか。僕だったら多分税務署行こうと思わないですからね。だから根は国民の義務だから払うもんは払うとおっしゃってましたから。パチンコもしながら考えてたと思うんです。僕と喋ってる時もやっぱり NHK の話をすごいされてたから、すごい NHK 愛が強い人やったから、まあ、自分が思ってた NHK じゃなかったことにすごい腹を立ててらっしゃって、でそこで資金源をずっと貯めてらっしゃるんだなと思ってましたけどね。そう、戦争するんで。だからパチプロを7年やってて選挙に乗り換えたのは最後の、だから政党を作ったのが2013年、今が10年前なので、まあ選挙で勝とうと思うようにガチで思ったのは2013年か。だから感覚はもうパチンコの攻略と一緒よ、選挙は。数字やからね、選挙。だから全部その統計と確率に基づいて、まあどの選挙でどれぐらいの活動したら何パーセントぐらい当選するだろうっていうのをそこから作り上げていった。その後だからその市議会議員選挙を調べていったら、そうすると 2% 取れば国政政党になれるっていうのがまあ分かったけどね。でNHK の問題って全国の問題だし、ちょうどその2013年の7月の参議院選挙からインターネット選挙が解禁になった。こんなの NHK のこと触れたら、受信料って半分の人払ってないから、まあ有権者の半分の関心事で 2% 取れないわけがないと。とすると3年後に資金を3000万、最低3000万いるから、選挙出るのに3300万いるから、まあ、2019年にはいけるでしょうねと。俺からしたらこれもう 100% のデータが出てきたから、あもう大丈夫やな。で選挙そのまま行ったらやっぱり予定通り、あ全国比例が 1.97 で選挙区が 3.04 って数字が結果として出たんで、ああよかった、あそこ全国比例だけじゃなくて選挙区出しといてよかったなっていう。2011年ぐらいだったと思うんですけど、あの当時自由報道協会というフリーランスの、記者の団体を立ち上げていて、でそこで、まあ、あのみんなボランティアでやっていたので、運営資金が必要だということで、あの広く寄付を募って、その日本の記者クラブ制度っていうのを、なんとかいい、まあ、壊そうっていう人もいたし、もっといい方向に持っていこうっていう人もいたし、とにかく記者クラブに入ってないフリーの記者が集まって、窓口となるような団体を作ろうっていう動きを
2011年ぐらいに、僕はその時 G 報道協会の事務局を担当していて、そこに、一本電話が入ってですね、立花隆と申しますと。で、素晴らしい活動だからぜひ、寄付をしたいということで申し出をいただいて、50万円渡しますっていうことで、それを協会の、口座の方に、入金をするっていう、そこが初めてで、それまでその50万寄付するとかそういう2桁万円の寄付をするって人がいなかったので、非常に印象に残ってますね。それが最初の出会いですね。いやでも50万円出せってすごいですね。いやびっくりました。そんなお金政治家の人も出すって言わなかったし、政治のことっていうよりは、まあ、NHK 問題に特化してご自身の経験を話すっていうことが多かったと思いますね。ただまあそれもやっぱり NHK にいたっていうことがなければ話せないことなので、まあジャーナリスト活動であったっていうふうには思いますね。大阪市長選挙にマック赤坂さんが立候補したことがあったんですね。で、私はマック赤坂さんの取材をするために大阪に行って、難波の駅前だったと思います。でマックさんの取材をして、マックさんがその演説場所から、次の場所に歩いて移動するっていう時に、畠山さんって声をかけられて見たら、立花隆さんで、その時はエプロンをしてて、なぜかマックさんの選挙の手伝いをしてるんだって言ってビラを配ってた立花さんに、遭遇した記憶があって、で立花さん何やってんですかって聞いたら、あのマックさんの選挙手伝ってるんです、で、そのうち選挙出ようと思ってっていうことを聞いたのが、多分立花さんが最初に選挙に出るっていうのを僕自身が知った最初だったと思いますね。エプロンしてね、あのチラシ配ってる人ってなかなかいないんで、かなり目立ったんですけど、へー、あーそうなんですかとしか言いようがなかったですね。他の人もエプロンしてるの？他の人はしてない。他の人はしてない。なんであれ、なんでエプロンしてんですかって聞いた覚えがありますけどね、ちなみに何色だったんですか？その時は、カメラ回してなかったんでの映像残ってないんですけど、イメージとして赤だっていうような気がして、あの赤いエプロンをしてここにポケットがついたようなやつをしてたと思うんですよね。あの僕の記憶が確かならば。でもう20にびっくりですよね。30ぐらいにびっくりですよね。あのなんで立花さんが大阪にいるのか、なんで、マックさんの選挙手伝いをしているのか、なんでエプロンをしているのかって3つの3つのびっくりが重なって、ああそうなんですかって言って、まあ、僕はマックさんの、取材に続けていって、じゃあまたあの今度選挙出るって言ってたんで、選挙出るときは教えてくださいねっていう話をして、その場は別れたと思います。摂津市議選に出るっていうことは多分後から僕は知って、で出るっていうのを見逃してて、で摂津市議選で落選した日かその数日後かに、立花さんから連絡をもらって、摂津市議選ダメでしたっていう連絡で、あ、摂津市議選出てたんだって思って、あ、そうなんですかってこう急いで選挙結果を見て、あ、残念でしたねっていう話をしてたら、摂津がダメだったんで次町田に引っ越します、数ヶ月後に選挙があるんで、今から引っ越せば、被選挙権が得られるので、町田に引っ越します、で町田がダメだったら船橋に引っ越しますっていう風に、で船橋がダメだったら、次はここでここでここでって、選挙のスケジュールを、まあ、落選したらその、被選挙権が得られるまでの間の、次のスケジュール次のスケジュール次のスケジュールっていうのを、一つ一つ私に、話してくれて、で最終的な目標は、2019年の、参議院議員選挙で国政政党になることです、それは、絶対できると思いますっていうことを2013年ですかね、2013年の段階で、
6年後の2019年、参議院選挙で国政政党になるっていう宣言をされて、あ、そんな先まで考えてるんだなって、ちょっとそこはびっくりしましたね。すごいですね、うん、でも当時そのように移動、いろんなところに移動してて立候補する人って結構いたんですか？ジプシー立候補はあんまいないですよね。初めて、なんだろう、そもそもその選挙に出る人っていうのが日本ってそんなに多くないので、やっぱり出なきゃいけないって思って出るじゃないですか。でも初めての選挙だと何やっていいかわからないんで、コテンパンに負けちゃうわけですよ。そうするともう次やる元気がなくなったり、資金がなくなったりして、もう次立候補できないっていう人がもう大部分で、そうするとその一回選挙を戦うと、選挙の戦い方とか、ここをこうしたらいいとか、これをやっちゃダメとかっていうノウハウを学ぶわけなんですけど、みんな一回で終わっちゃうから、そのノウハウが継承されていかないんですよね。だからその初めて出る人が何もわからないまま出て負けて辞めちゃう、せっかくノウハウを得たのに。で本当はそこで続けて出ていけば、どん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 ノウハウが溜まっていって、効果的な活動の仕方っていうのが分かってきて、でやっぱり長く活動をすると当選に近づいて、実際当選をする、で当選した人は当選し続けるっていう循環が生まれるんですけど、日本の場合その入り口のところで大体もうそもそも立候補するっていうことにすごいハードルが高くて、そこを乗り越えて立候補しても選挙でコテンパンに負けて、1回で辞めちゃうから、ノウハウを持ってる人がもう当選している人のところに固まってる。だからその選挙で、選挙っていうスポーツだと考えると、選挙の戦い方とかルールを知ってる人がもう、勝ち続けてる人の間でしか、なんだろう、一子相伝みたいな形で、独占されちゃってるので、新規参入をする人は相当なんだろう、長い目で計画を立てて、一回負けたぐらいではやめないぞって思って出ないと当選をするのがすごい難しい社会になっているので、あんまりそこまでの長いロングスパンで6年後に国政政党になるっていうことを考えてやってる人っていうのはほとんどいないですね。立花さんぐらいしか知らないですね、 6年後って言ったのは。そうですね、すごいですね、うん、それはちょっとびっくりしましたね。で大抵の人は、まあ、そのエピソードを話すと、まあバカな人がいたもんだとか、まあ大ボラ吹きがいたもんだみたいなことを言うんですけど、まあ、僕はその計画というか、ここで、まあ、地方選挙で議員を増やしていって知名度を上げていけば、参議院選挙で、まあ、大体得票率 2% 超えれば1議席は取れるから、そこで、国政政党になれるんだって立花さんの説明を聞いて、あ、これは十分あり得るなっていうことを思いましたね。他の人は、まあ、いきなりね国政政党になるなんて無理じゃないかって思うと思うんですけど、その地方選挙で、勝つ、特に首長選挙ではなくて市議会議員とか、区議会議員とか、いわゆるその一つの選挙区で40人とか30人とか一気に大量の人が当選する大選挙区制の中では、市議会議員とかになることはそんなに難しいことではないっていうのがやっぱり選挙の取材をしてると分かるので、まず市議とか地方議員はたくさん作ることができるだろうっていうのは思ってたので、でその後に立花さんのその1議席取るためにはどうすればいいかっていうことの計画も教えてもらって、これはあり得ることじゃないかなって。選挙に出続ければ勝てるっていう確信があったんじゃないでしょうかね、うん、その、まあ、NHK 問題は全国共通の問題だっていうことがあって、どこの市議会であろうが地方議員としてでも議員の地位を得てそこで発信をしていけばもっと広がるんじゃないかっていう考えがあって、だからこの選挙、たまたま、町田だった、たまたま船橋だった、
でさらに知名度を上げるために船橋元船橋市議会議員という、肩書きのまま東京都知事選に立候補する。でまんまと、元市議なのでそのいわゆるメディアが言う泡沫候補って、まあ、僕は大嫌いな言い方なんですけど泡沫候補としての扱いを受けずに、取り上げられて、それなりの得票を得ることができてまた知名度も上げることができてっていうの目的のためにもう船橋市議を簡単に捨てて、都知事選に出てでまたあの葛飾で区議になるっていうこれはやっぱり区議選とか市議選だったら出れば勝てるっていう確信があったから簡単に船橋市議の地位を捨てて都知事選にも出られたしで都知事選に出た時も、葛飾を中心に次にあの都知事選の後にあるのは葛飾区議会議員選挙だっていうことを分かってたので葛飾を中心に都知事選の遊説もやったりっていうことで都知事選を戦いながら実は次の選挙に向けた布石を打っていくっていうことはしてる人なので何回も選挙に出てノウハウを蓄積していけばより確率が高くなるっていうことを知ってたんだと思います。で実際あの国政政党になった時の瞬間見てて、うん、あ本当そうなったんだってやっぱすごかったですか気持ちは。そこまでの驚きは他の皆さんが思ってるほどのポッとで感はなくてあのあ6年前に言ってたことがようやく実現したんです、あようやくっていうか6年前に言ってたことが本当に実現したんですねっていう感じで見てましたね、うん、あのみんなならないだろうって思ってたみたいなんですけど はい、こんにちは。本日よろしくどうぞお願いいたします。お忙しいところお越しいただきましてありがとうございます。はい、いや僕でも石木さんとお会いするって多分3回ぐらいしかないんじゃないですか。実はいやそん最初は三宅さんとです、ね、三宅先生と西村慎吾先生がやってる、まあ、三宅先生のところの講習会っていうか勉強会です。南河内なんとか、はい、南あの八尾でやってる、うん、でだからあの時はもう石木さんはまだまだ全然時の人っていうかすごい注目されててそのだからあの尖閣の状況、うん、ホワイトボードに書いて実はあの後ろにも映ってないところにもいっぱい中国の漁船のような格好したあのいわゆる軍隊っていうかがいっぱいいてっていうような解説をしていただいたのが僕最初だ。一色さんとお会いしたのは京都 の中華料理屋ってイメージがあったんですけどでも それはそこ行く前に一回どっかであるようになった時思い出したら、うん、三宅さんの講演会に来られてて、うん、それを僕が聞きに行ったところで多分連絡先は交換させていただいてたと思います。うん、だから年が近いしまあなんていうんですかね元 NHK でどうのこうのとは言って、うん、まあそれはまあ印象には残ってたんですよね、うん、政党を立ち上げるって言ってそうですね、そしたらちょっと市議会議員に聞いてみるかっていうことで、うん、わざわざ、まあ、民主党に言ってもダメ維新に言ってもダメってなって自分で政党を作ろうってそこで決意をして、うん、でまあ一木さんになんとか、まあ、副党首なり何らかの肩書きでやっていただけないかっていう相談に来たのがあの京都10年前です。その2010年の一木さんがあの尖閣ビデオをね、うん、YouTube に出してすごい人がいるなと、うん、僕はこうどっちかっていうと NHK の内部告発をした時って結構心が乱れてたんですよ、うん、そのやらなきゃいけないっていう責任感とやるとクビになる恐怖感とかいろいろなものがあって心の病をまあ心の病を患って7、8ヶ月ぐらいね内部告発するまで葛藤があったんですよ、うん、でも一木さんの場合はめちゃくちゃ緻密に計画されてたでしょあれ、うん、まあやった結果はどうなるかっていうのは大体分かってましたけど、うん、
ただもう日に日になんていうんですかね、日本の立場が悪くなる、国会議員が見てでそこでなんかね言ってくれたらいいんですけど、なんか大したことないでみたいな。いや、それはその時はね多分みんな見てないからあれなんですけど、ええとかってなんでこの白子嘘ついてんねんとかっていうのね、あ、これはこのままではいけないなっていう感じですよね。当然ね、だからメディアに私はだから最初はアタックをしたんですけど、そうそう、やっぱり無視、 CNN の無視だからもう仕方ない。日本のテレビ局にはやろうとしなかったんですか、映像？いや、それは考えてなかったです、ね、考えなかった、分かってるから。やっぱり多分私は持ち込んでもどこも放送はしなかったと思います、うん、そうですね。まあ後から種明かしというか順番が分かっていったんですけど、まずはだからアメリカのテレビ局に持ち込んだけども、うん、放送されなかったから、うん、そこで YouTube を使って、しかも YouTube にアップロードした後に読売新聞に保険なんです。読売テレビ、読売テレビは保険なんです。だからまあちょっとその僕はだから石木さんのことをすごいなと思ったのが、まあ、その尖閣ビデオを出されて、その出し方もそうで、あとは驚いたんです、あんなことできるって。だって僕はずっとテレビ局にいたんで20年、うん、約20年19年4ヶ月いて、テレビってその多くのスタッフが高額な機材を使ってしか出せないもの、これまでは文字では伝えることができました。まあせめて写真ですよね、ブログで。映像と音声といういわゆるテレビと全く同じものをたった一人の人間がしかも世界に向けて発信できることにめちゃくちゃ驚いたんですよ、うん、あれは石木さんはどこで気づいたんですか？消去法ですよね、まあ、例えば江戸時代やったら瓦版でこう配る、うん、ね、で新聞こんなのダメで、まあまあさっきの話に戻るとそのテレビ局もやってくれないと、結局じゃ あの一人で何ができるのかと、誰も知らないわけじゃないですか、あんな人、あの一般人が行けないところにあんなことが起こって、うん、あの政府が隠蔽したらこうなっちゃうよと、うん、だからあれはたまたまそうですけど、もっといっぱいあの政府が隠蔽してることがあるはずだと思う。まあだからインターネットによって多くの情報が可視化されていくっていう幕開け、うん、だから私は YouTube は結構貢献したと思うんですけど、ね、いやいや、もうそういう意味じゃ Google 社からダウトからもらわなきゃいけないです。いや、菓子より一つ持ってこんどころかね警視庁にチクるとか言ってねお前ちょっと恩義を感じろよとはと思うんですけど、うん、まあそういう人たちなんで。いやでもね、だからあれを見て僕はだから YouTube を始めたんですよ、うん、当時は別に YouTube をお金儲けるためにやるものじゃなくて、うん、自分の主張を出す場だったんですよ、うん、だから僕一人放送局ってタイトルで作った、一人でも放送局ができることを知ってほしかったんです、うん、いわゆる内部告発をする人間は一人じゃないですか、現実基本ね、うん、だから一人でもこのように一色さんのように映像と音声ってめちゃくちゃ伝わるわけですよ。そうですよね。もうあの YouTube のポイントは日本の船ね、巡視船に中国漁船がぶつかったのか、うん、逆かは言葉ではわからないんです、文字とかでは。言葉でやると、ね、自分の解釈で変えちゃうわけじゃないですか。そうですね、うん、現に起こったその一時情報をそのまま映像として世界中に発信して、一色さんのそういう考えを、まあ、カメラに向けて喋るようにされればどんどんどん変わってくるとは思いますよ、うん、だってそういう意味じゃ日本で YouTube を流行らした最初の人っていうか、その火をつけた、もう光くんとかラファエルくんとかの前に YouTube を日本人に広めた、実は日本の YouTube の第一人者の一色正治が語るまあいろいろ言われてるんでしょ、そのチャンネル作れば何だかんだって言われるんですけど、あの正直言ってね、私はね別にその自分でその自分の考えを広めようなんて気持ちはさらさらないんですよね。あのツイッターとかフェイスブックかであれは愚痴を書いてるだけなんです。そうですよね、愚痴を書いて、まああの穴掘ってね、王様の耳はロバの耳って言ってるのと一緒ですから、まあだからあれを見てどう反応するかも別に自由だし、私の言ってることを信じろとかね、信じるなとか、そんなことは別に自由で、だから事実はこうですよと、
でこれを見て判断してくださいっていうのが私のスタンスなんです。優秀な政治家っていうよりも有事の政治家って僕いつも言ってるんですよ、うん、平時の政治家と有事の政治家はやることが違うので、うん、だから僕は今平時の日本と思っていて、ただいつ有事になるかわからないという危機感を常に持っています。で有事の時にはそれは一色さんはその能力を持って生まれてきた以上ね、その悪口を言うようなことではなく、うん、その能力は公に行使しなきゃいけない時が来ると思いますから、うん、僕はその時にはそこは強制的に引きずり出しますけどだって一色さんがいなければ立花隆は生まれてないから、あの行動は、うん、あの YouTube に一色さんがねまさに職を落として尖閣ビデオを出したっていうのは、多くの人に伝わってることだけじゃなくて僕のような人間を目覚めさせてるんですよ。僕あれ内部告発をして5年経ってたんですね、うん、で諦めてたわけじゃないですよ、ただ休憩してたんです。これ NHK の問題なんとかしなきゃいけない、だってメディアが腐れば政治も全部腐ってくるわけだから、僕は NHK のことなんて大したことないって言われることも多いですけど、根幹ですからね民主主義の。一色さんのあの行動っていうのはね、おそらく一色さん気づいてないところで多くのこう日本人が根底に持っている正義感とか使命感とか責任感を揺さぶってるし、そういう能力ある人があの行動で今も我々が知らないところでやってる人いるでしょうし、これからそういう人たちがもっと目立ってくる時が来ると思いますよ。立花さんを一言で言うとどういう人だと思うんですか。やっぱ正義感でしょうね、はい、もう間違いなくその方法はいろいろ皆さん考えることあると思うんですけど、僕の中ではまあ正義感についてだから許せないんだろうなっていうのは昔から思ってます。こいつは寄ってくると話が長いっていうか同じことを言い出して、しかもやっぱり政治的な思想を持ってるから、ああしろこうしろと言ってくるから、よう考えたね、誰に言うてんねんって話ですけどね。まあでもこいつだけは聞いてるよ。立花さんは一言で言うとどういう人だと思いますか。ブレない、ブレないですね。あ、ブレないと、はい、で物事の本質をしっかり分かってる人だと僕は思ってますけど、まあもちろん今ああいう形のポジションにいられる方なんですけど、まあ僕みたいなのは普通に電話なりメールなり相手もしてくださるし、まあその辺は何て言うんでしょう、非常にお優しい方なんだろうなというのは思ってますけど。ちなみに立花さんNHKを壊すというじゃないですか、はい、あれってどういう意味合いだと思いますか。多分その NHK そのものをぶっ壊すというよりも多分 NHK の悪しき何か、分からないですけどね、私は在籍してるわけでもないですけど、何かそういうものを壊したいっていうか、そういう意味なんじゃないかなと思いますけどね。壊してるんですか、まあ、スクラップ&ビルドなんですかどうなのかは分かんないですけど。ちなみにあと一番最後ですけれど、今後立花さんにどうなってほしいとかありますか。元気でいてほしいですよね。メディアで見るとやっぱりどうしてもアンチの口コミが多いので、まあやってることがそうだから表向きにはそう見えてしまうのかなっていうのはありますけど、まあやっぱりその知ってる人がどんどん有名になって手の届かないところに行って、まあ、大きなことを成し遂げようとされてるんだろうなとは思うんですけど、ただまあ進んでる道がやっぱり人とは違うので違う目立ち方をしてしまいますから、まあいろいろと厳しい批判みたいなのを受けられてるっていうのを目の当たりにすると、まあ無事でいてほしいなって、元気でそのまま頑張ってほしいなっていうのが一番の思いです。普通ですけど、普通考えると NHK の職員ってまあ人も羨むようなポジションじゃないですか。その人がそこを半ば追われるように辞めて隠したいと思うんですよ普通だったら。なんかね、例えば
ちょっと聞きたいことがあって、どうしても明日の朝までにまとめなきゃいけないっていうのを夜中に電話しても、はいはいっつってすぐ電話に出てくれるんですよ。人を大切にするとか、人を思う人だと思いますね、うん。まあ、我々取材する人間からはそういうところがありますし、だからおそらく今の政党で活躍してますけど、頼んだことを断られた方っていうのはそんなにいらっしゃらないと思うんですよ、うん、多分変わってないと思います今、うんうん。それで NHK をより良いものにしたいっていう意識はあるんだと思うんですけどね。それがだからやっぱり NHK って国会の承認がいろいろいるじゃないですか。政治を目指したっていうのもそこなのかなと思いますけどね、うん。人生哲学みたいなことはあったんですか？哲学ね、あの平和な時は楽しめやるね。で、あの目先のこう結果に右往左往するな、長期的に見なさい。あとはやっぱり嘘をつかずにやってたら必ず証明されるからね。うん、